地獄のし森カロン、ギュスターブドレ、新曲奏画より、カローンはギリシア神話に登場する冥界のカワスチュクスあるいは、その支流アケローンがの渡し森、エレボスとニュクスの息子、日本語では長母院を省略してカロンとも呼ばれる。貝を持ちぼろを着た光る目を持つ長い髭のブアイソな、老人で死者の霊を重皮で縫い合わせた小舟で悲願へと運んでいる。 私賃は一をボロスとされ、古代ギリシアでは、死者の口の中に一をボロスカを含ませて弔う習慣があった。一をボロスカを持っていない死者は後回しにされ、200年の間その周りをさまよってからようやく渡ることができたという。基本的に少女は船に乗せずに追い払うが、ペルセポネーと結婚しようと格索したペイリトスと、彼を手伝おうとしたデイセウスは船に乗せているほか、 ヘイラクレースがヘルメイスの協力で来た際にはヘーラクレースに力属で打ちまかされて出航を許し、オルペウスがエウルギケを連れ出しに来た際には彼の建物と歌声に魅了されて言われるままに船を出しただけでなくハーベースの館でもっとその歌を聴こうと彼の後についていった。なお、ヘーラクレースを通した件ではこれが元でハーベースには捨てられ一年監査に繋がれた。 この他にも父、アンキーセースから未来を聞くため、冥府に赴こうとしたアイネーアースがこしビュレーの協力で、ペルセポネーに捧げる黄金の枝を持ってやってきたときは、その尊い贈り物に機嫌を良くして、彼を通し、プシュ系がアプロディーテから出されたエロースと結婚するための試練の一つとして、ペルセポネーの美しさを、アプロディーテの化粧に使うために分けてもらうために、冥界へ向かったときには、 冥界に行くために高い塔から飛び降りようとした、不襲系に、塔自身が助言し、口の中に、私賃の貨幣を2枚含み、それぞれ1枚ずつを行きと帰りに使って、カローン自身の手に取らせる方法を使い、無事に、スチュクスを往復した。エトルリアの壁画では土を持って、頭に蛇の生えた姿で描かれている。ダンテの新曲では、地獄界に登場し、ダンテとウェルギリウスを乗せた。 ありがとうございます。